いつの間にこんなところまで。あたのに違うの持っとったい。そこのお主、ひたつ頼まれてくれんかな。おい、仕出しに来てくれたか。足の割りに動きろ。これが私流。よし、こんなんが相手だぞ。味方が弱いのか、敵が強いのか、どちらにしても、めんどくせえ。私は憂いを抱かずにいられません。いつになれば戦乱をやるのでしょうか。悲しみの長さ、俺がこの手で終わらせてやる。おお、やるね。わしまで血がたぎってきよったい。私がお相手いたしましょう。覚悟なさってください。ほう、俺の前に立つか。いいぞ。これが私流。ここで命を散らすわけには。一旦身を引きます。
磁力に勝てるとお思いか。これが畑流。引くことがそのまま負けではない。やるねえ、わしまで血がたぎってきよったい。マジだっての。の活躍はわしをさらにたぎらせおるわ。私の道を阻む者どもがいるか。何のつもりだ。お前の力を試してほしいってよ。細かいことは分かんねえけど楽しもうぜ。私が討ち取った。まことの美は超春雷の先にあります。さあ華麗に越えていきなさい。これで頭を冷やせ。散りゆく美しさ私には不要。またお会いしましょう。敵将、私が討ち取った。はい、止まって。俺を倒さないとお姫様は手に入らないよ。生き残るのが俺の信条なのよ。ということで、さよなら。おう、士官か。よもや息子と息を争うことになるわけだ。父よ、笑えぬ冗談だ。今すぐ引かねば死に伏すことになろう。お
これで頭を冷やせ。しかも見事よ。その際波動を継ぐ者にふさわしかろうな。この世の美女は全てわしのものじゃ。俺はくれてやらん。呆れて物も入れんな。どけ。邪魔をするな。消すだけだ。人の妻を奪わんとする不埒者め、成敗してくれる。お待ちしておりましたわ、宗師様。さあ、その力、私に感じさせてくださいませ。私が討ち取った。ああ、武々しく大きな力、素敵ですわ。この身も心もあなたのものです、我が君。シン、これよりは私の傍らに避け、新しき世の姿見せてやろう。武も良いが、学も良いものであろう。お前が巷を騒がせているものか、顔をよく見せてみろ。なるほど、人の噂もたまには信じてみるものだな。
今や諸君は緩慢に滅びの道を歩むのに一息に引導を渡してやる。大王ゴーカス様が諸君に加勢するぜ。さあかかってきやがれ。わざわざ南中から這い出す。これで頭を冷やせ。面白い。回転してやる。敵将を私が討ち取った。知略の加藤など肩払いたいわ。次こそ我が知略でお前を倒す。私の全てで諸君を守る。これで頭を冷やす。私はまだ何も成し遂げていないと言えない。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。
僕の未来を託されたのか。負けるわけにはいかない。ご立派ですわ、我が君。ああ、私、ほっとってきましたわ。計算通りです。今こそ策を披露しましょう。これで頭よくも暴れてくれたな。ここで私の自虐に屈するがいい。聞くことがそのまま負けではない。敵将、私が討ち取った。負けではない。敵将、私が討ち取った。今の職は貴様一人の才に支えられている。必然貴様を討てば職は滅びよう。それはあなたが言えるか。あなたさえ撃てば我らに勝機があります。私があなたの相手をしよう。だからこれ以上俺を傷つけないでほしい。もう過去に縛られずに済む。敵将、私が討ち取った。これで職は滅ぶ。あっけないものだな。異色の戦いを脇目に防衛を貫いた五だ。国力は十分だろう。油断はできない。さあ俺と勝負だ。敵将、私が討ち取った。これで頭を引く。白銀参上しました。守りたい人いるから。私たちは戦うの。侵略者には絶対に負けられないわ。敵将、私が討ち取った。
ちも輝きましょう。そう、より鮮やかに。この陸白玄がお相手します。これで頭を冷やせ。私の願いはまだ。敵将、私が討ち取った。これで頭を冷やせ。悔しいが、ここは引かれば。ご立派です、我が君。ホテルできましたわ。私が討ち取った。私が討ち取った。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。これで頭を冷やせ。悔しいな。ここは光れば。私は戦線を離脱し、次の策を練るとしよう。
周黄金が相手となろう。覚悟。これで頭を冷やせ。これで頭を冷やせ。我が天命はここまでか。さあこの世愛しき者よ。敵将、私が討ち取った。ああ、眩しいほどのお働き。私も輝きましょう。そう、より鮮やかに。これで頭を冷やせ。凍れる気はよ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。父様も兄様も家族で守ってきた国よ。これで頭を冷やせ。あなたになんか渡さない。渡せというつもりはない。奪う。おお、これはお手間をおかけしまして。親子揃ってしつこく戦を狙いおる。その傲慢な顔に石壁を思い出させてやるわ。これで頭を冷やせ。楽園教はならんかったか。敵将、私が討ち取った。頂戴したいですよ。孫権よ、日和にもここまでだ。我が足元に屈せ。父と兄の意志、私を支えてくれる皆、屈せぬな。背負うものがあるのだから。これで
ない。敵将、私が討ち取った。これで呉も我が支配するところとなった。総士官の新しき世は今から始まる。ここで董卓を逃しては後の禍根となろう。我らが追撃し討ち果たすのだ。私を武でうならせてみよう。俺を向こうってか。寝言は寝てから言え。今は引こう。いずれまた戦場で武を競わん。敵将、討ち取ったり。意地でもここを守り抜くのじゃ。逃げ出す奴は即刻死刑じゃからな。董卓にもはや再起はない。道を開けよ。奴にしては意味があるまい。お一人でここまで。かわいそうな方ですね。ここで命を散らすわけには。一旦身を引きます。董卓、大層な人間だったがここまで。己が定めを受け入れ、ここに果てよ。何を偉そうに申すか。種子肉林を果たすまでわしは死なんぞ。お主に会いに来たぞ。
噂に上ったその際を確かめたくてな。うん、定評以上の人物のようだ。良き際に出会えたこと喜ばずにはおれんな。帝に引き寄せられ愚者が集ったか。奴らには過ぎた権威だ。帝は渡せぬ。総大将がこんなところに。ならば遠慮なく打たせてもらおう。できるものなら我が波動の前に覚えておけよ。次は容赦しねえぞ。敵将討ち取ったり。我が名は超文明。いざお相手願おう。春愛華麗に参上。この戦俺の部で決めてやる。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。我が波動の前に滅びよう。悔しいが、ここは光れば敵将を討ち取ったり。きらめく剣威は輝かしき名族のもとに。帝はこの超春愛がお連れしましょう。獲物は全てわしのもんじゃ。これより名族の炎本書が参戦する。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。ほう、我が波動の俺の前に立つ。いやさすがですな。よし、こりゃ俺ももっと働かないと。帝をよこせ。そうそう、わしの主治に君のために必要なんじゃ。
すがすがしいほどの浅ましさだな、トータク。貴様などに帝を渡せるはずもなかろう。いや、そんな増援なんか。すみません、本当に助かりました。この超分煙がお相手しよう。剣士、情けないところにない。助かったぞ、モード。炎章、今さら白々しいぞ。出直してこい。かたじけない。よくぞ来てくださった。イレイン、イレイン、我が波動の前にやるではないか。そうそう、今回だけは勝ちを譲ってやろう。敵将打ち取ったり。孫をこれ以上増長させると厄介よ。虎を野放しにはできぬ。潰せ。かっこよく楽しく勝つっての。しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。続かねばなるまいな。
将兵たちよ、その際その分敵に見せつけい。押せ押せ、ここで勝負を決めてやるんだ。突風のごとく攻め抜き、戦の終結を早めん。勝利は目前だ、敵を駆逐しろ。存分に振るうがいい。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。見事だな。わしをも震えさせるほどの戦ぶりよ。敵を上げい。